カルステン・アンカー・アンデルセンはノルウェー出身の指揮者。クリスチャニア生まれ。2歳の時にフレドリクスタに引っ越した。8歳からセベリン・スベンセンにバイオリンを指示し、16歳の頃からオスロでエルンストグレーザーにバイオリンの指導を受けた。1937年にオスロ音楽院に入学し、アリルド・サンドボルトに火星を学んだが、 音楽院に在学中からバイオリニストとして演奏活動を行っていた。1939年に音楽院を卒業した際に、フレドリクスタから奨学金を得て、ゲオルククーレンカンプの指導を受ける計画が立てられたが、第二次世界大戦の勃発で頓挫し、オセルフィルハーモニー管弦楽団にバイオリン奏者として1945年まで在籍。 オーケストラ在籍中にはオット・グルーナー・ヘッケに指揮法を学び、1945年にスタバンゲルで当地のアンサンブルを指揮して指揮者デビューを飾った。1964年から1985年までベルゲンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務め、1973年から1980年までアイスランド国立交響楽団の主席指揮者を兼任。 1985年から1988年まで、ノルウェー音楽院の指揮家の教授を務めた。1997年、オスロにて没。カーステン・アンデルセン、ノルスク・バイオグラフィスク・リグジコン。2014年9月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年9月30日閲覧。カルステン・アンデルセン・ディスコングス。 アットアーカイブ2019年5月27日、ウェイバックマシンアーカイブ2019年5月30日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。